花山涼馬さん、こんにちは。いつもね、動画の方を送っていただきましてありがとうございます。まあ、花山涼馬さんの動画っていうのはね、なかなか面白いなと。つかみはね、私の名前を出してくださるんですけども、本題に入ると結構ね、花山涼馬さんはね、自分のこの発信したいことをしっかりと言ってくださるんで、まあ、私に向けた講義なのかなとか思ってしまいます。非常に学ばせていただいております。ところでね、今回からはちょっとね、本気度をちょっとだけ上げてですね、まあ、なんか面白おかしくではなくて、ちょっと頭のトレーニングをしてみようかと思うんですよ。ということで、まあ、一問一答というね、シリーズでお届けしたいと思います。私の方からね、まずはね、花山涼馬さんにお伺いしたいんですけども、このまだ自分は成功者じゃないとかね、誰々さんは成功していてっていう話を出すんですけども、その成功って何ですかね。成功の概念って人それぞれだと思いますけども、私がね、思うのは、成功の概念がいつでも言えるかどうかってことなんですよ。成功の概念がはっきりしてると、自分が成功者になったのか、それとも成功の途中なのか、成功の概念すらなくってゴールのない旅をただしてるだけなのかってことがよくわかるんでね、私は一つの道しるべとして、自分の成功の概念はこれだよってものをね、もうすでにね、2013年に作っていたんですよ。で、それを達成したのが2015年だったかなというところでございます。まあ、3年間ぐらいかかったんですけどね、まさに千里の道も一歩というふうな言葉で始まって3年かかったということですね。その頃に与沢翼さんも千里の道も一歩っていうね、テーマで話しておられたことがあって、それで、あれ、ちょっと与沢さん雰囲気違うんだけどなっていうふうに思いましたね。というのが、与沢さんっていうのは私から見ると結構邪道だったんですよね、うん、でもそれは私が未熟だったからそう思っただけであって、長い間ね、こうコミュニケーションしてみると、確かになっていうことが多かったんですよ。その頃はネオヒルズっていう、そういうふうな、ね、クラブがあって、土屋博さんと与沢翼さんともう一人の方がいらっしゃって、もう一人の方はね、すぐにね、追放になっちゃったんですけども、追放というか退場になっちゃったんですけども、まあ二人でされてたんですよね。言ってみれば、私もネットビジネスを最も濃くやっていたのが、アフィリエイトを濃くやっていたのがその頃だったと思います。それから土屋さんも与沢さんもちょっと別の方向に行った時に、私も同じように自分の身の振り方を考えたかなってところですよね。アクセスの取り方とか商品の作り方はアフィリエイトで覚えたんで、あとはこれをね、人の役に立つようになんとか自分なりに使えていけないかなってことで、私は地方でもビジネスができるということ、そして伝えるべきことは温故知新ですよね。ずっと今まで私たちが古くから学んできたことをインターネットを使って現代風にアレンジしようかなと思ったんですよ。で、その一つが三方よしですね。三方よしってのはご存知ですかね。多分ご存知だと思いますけども、近江商人の三方よし、自分よし、相手よし、要するに売り手よし、買い手よし、それだけではなくて社会も良くなる、この3つの方向が良くなるものが商売だよっていうふうに昔から言われていたんですよね。まあ、ですので、ビジネスをする方がたまにね、近江商人の三方よしっていうことを口に出すんですけども、私はこの三方よしにかなり、ね、違和感があったんですよ。というのが、なんでね、今若い方が将来に夢を持てないのかということなんですよ。私は10代の頃、将来に夢がありました。どんな夢かというと、個人的な夢ではなくて、これからものすごい豊かな世の中になっていくなって感じたんですよ。なぜなら、高度経済成長の一番最後のタイミングに私たちは生まれたからなんですよね。まあ、ですので、20歳を超えて社会に出る頃はすごい世の中になってんじゃないかなと思ったんですよ。幼い頃から私の周りには、例えばね、おもちゃにしてもすごい進化していったんですよ。テレビゲーム機っていうのは最初はね、テニスみたいなやつしかなくって、ブラウン管テレビにゲーム機をつないで、横からショートつないで、一つのゲーム機で一個のゲームしかできなかったんですよ。それがですね、一つのゲーム機の中に複数のゲームが入るようになって、テニスとかインベーダーとかブラック崩しみたいなのが入るようになって、お、これすごいなと思ったんですね。そのうちにですね、カセットを入れ替えたらいろんなゲームができると、本体とカセットっていう概念ができたんですよ。で、カセットがいつの間にかカードになってね、ディスクになってとかね、そういうのがあって、しまいには最近通信なんですよね。そういうふうなゲーム機器の変化を見てくると、すごい世の中が始まるなと思ったんですよ。そして未来の車、未来の都市っていうものを私たちは小学生の時に見ました。21世紀はこうなるよーってかね、とかくね、当時はね、21世紀に向けての夢がすごく大きかったんですよ。そこで見たのは、自動車はタイヤなんてもうない、空中を走るエアカーなんですよ、ね、もう半重力でガーッと走るんですよね。すごい速さで走る。そしてその車はチューブの中を走ってるんで、交通事故は起きないんですよ。で、都市はものすごく高いビルがこうあってね、その間をこうチューブがこうやって走ってて、チューブの間を車が走ってると。で、リニアモーターカーは完全に実装されていて、私たちは自宅にいて、
遠隔で授業を受けたり自宅で仕事をするんで家族はいつも一緒みたいなね、そんなイメージがありましたね。まあそれは一部実現したんですけども、その頃想像もしてなかったものが現れました。それは何かっていうとスマホなんですよ。どんな SF 漫画にもスマホは出てこないんですよ。どんな SF 映画にもスマホは出てこないんですよ。これはすごいなと思いましたね。だって大体ね、新しいリノベーションっていうのは SF 映画とか小説とか漫画からインスピレーションを得て科学者が作っていくんですよね。そうじゃないんですよね。誰も想像しないものをスマホみたいなの作っちゃった。携帯電話すら昔の映画には出てこないんですよ。昔の映画や漫画、そうですね、1980年代とか90年代ですね、この頃の漫画とか映画にはどちらかというと通信っていうのはね、こう腕時計にテレビがついていて、こんにちは、もしもしみたいな感じなんですよね。ウルトラマンでもそうですよ。こうやって話すんですよ。でも今これでしょ、想像だにしないことですよね。しかも通信機能以外のほとんどの人間に必要な機能がここに入ってるということでね、想像できなかったですね、ということでございまして、いろいろとね話しましたけども、その成功の概念っていうのはどんなものがあるかなっていうことをね、ちょっと今回聞いてみたいなと思うんですよね。私が成功の概念は4つ決めてるんですよ。まずは経済的な自由、経済的な自由当然いりますよね。お金がないと生きていけませんから。で2つ目、お金持ちになっても時間がなかったら全く意味がないんですよ。たくさん稼げるけどもいつも忙しいでは意味がないんで、時間的な自由、いいですか、お金的な自由、時間的な自由で、3つはですね、何者にも属してないってことなんですよ。そう、どっかの組織に属していたり何かのグループに属してるってことじゃなくて、まあ少なくともね、自分が作ったグループに自分で属すっていうのはまあいいと思いますけども、会社に入っていたりとかね、なんかしがらみがあったりとかではなくて、もう本当に自分の判断がそのまま行動に直結するようなもの、変更しても誰もねそれを止めてこない、阻害しないような組織に属してないっていうのが3つ目の私の成功の条件です。4つ目はですね、お金、時間、そして組織に属してないっていうことを満たしていても社会からバッシングを受けていたら意味がないんですよ。だから4つ目は社会からバッシングを受けてない、要するに嫌われてないってことですよね。もしくは自分を嫌ってる情報が入らない状態にしておくってことです。この4つが揃った時に私は成功したというふうな言い方をしようかなと思って、2013年から始めて2015年に達成したかなってことなんですよね。いわゆる隠居暮らしの始まりなんですよ。であとは成功の密度をどんどん上げていかないといけないなっていうところだったんですけども、もちろんお金のこともね、お金の必要な、ボルテージも上げていかないといけないし、自由な時間もそれこそね24時間中23時間っていうふうに私はよく言ってましたけども、24時間中できれば24時間にしていかないといけないかなっていうところもありますしね。組織に属してないってことでもちょっとフェーズを変えて、属していてもそこに支配されないっていう形ですよね。今私は町内会の会長をやってるのが一つの組織なんですね。でもう一つは、速化塾という組織もやってます。これはだから組織にね、属しているわけなんですけども、組織に支配されてないんですよ。町内会長はその公的な機関ですけども、私が今会長をやってるってことでね、だから会員として指示を従わなければならないってことじゃなくて、会長として決定権があるというところから考えると、まあ自由度は高いかなと思ってるんですよね。まあそのような形で私の成功の条件4つちょっとお話ししましたけども、まあ、花屋さんがね、成功っていうのはこういうことかなって考えているものがありましたらご返信いただきたいと思います。それではね、よろしくお願いします。